と血が初めて分かれた時、高間ヶ原に鳴り出た神は雨の水か主の神、次に高見むす日の神、次に上むす日の神、この御柱の神は皆一人神としてお姿を見せることはなかった。そうか、宇宙の初め混沌としたものの中から天と地が初めて分かり、天上の聖なる世界高間ヶ原に鳴り出た神の名は雨の水か主の神。よし、雨土初めて開けし高間ヶ原になれる神の名は雨の水か主の神、次に高見むす日の神、次に上むす日の神、この御柱の神は皆一人神となりまして身を隠したまいき、次に国土がまだ形を整えていず、水に浮かんでいる油のようでクラゲのように漂っていた時、水辺の足が芽を吹くように混沌の中から伸びる生命体によってなった神の名は馬車足首彦次の神、次に雨の床たちの神である。この二柱の神もまた一人神でお姿を見せることはなく、以上の五柱の神は天津神の中でも特別に扱われる神である。なんとクラゲのように漂う中から足が芽を吹くようにか。次に国若く浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂えるとき、アスカビのごとく燃え上がるものによりてなれる神の名は馬氏アスカビ飛行時の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神もまた皆一人神となりまして身を隠したまいき。雨土初めて開けし時、かれここに天照大神みかしこみて、雨の岩宿を開きてかしこもりまこい、ここに高間ヶ原みな暗く足原中津国ことごとに暮らし、これによりて常世行く、ここによろずの神の声さばえなす道、よろずの災いことごとに起こりき、ここに八百よろずの神、雨の安の河原に神集いて、高見むす日の神の子、重い金の神に思わしめて、常世の長なき鳥を集めて泣かしめて、雨の安川の川上の雨の片しわを取り、雨の金山の雨のまがねを取りて、しこり止めの御事に応して、田口山つまらをまぎて、鏡を作らしめ、玉の矢の御事に仰せて、八坂の勾玉の伊予津の御簾丸の玉を作らしめ、雨の小屋根の御事、一玉の御事を召して、雨のかぐ山の青鹿の型を打ち抜き気に抜きて、雨のかぐ山の雨の母かを取りて、占いまかなわしめて、雨のかぐ山の雨のまさか木を猫地にこじて、お杖には八坂の勾玉の伊予津の御簾丸の玉を取り付け、中杖には八幡の鏡を取りかけ、下絵には白に着て青に着てを取り知れて、この草々のものふと玉の御事ふと見てぐらと取り持ちて、雨の小屋根の御事ふと乗りとことを着回して、雨の田力尾の神その脇に隠り立ちて、雨の渦目の御事雨のかぐ山の雨の日陰をたすきにかけて、雨のまさか木をかずらとして、雨のかぐ山の笹葉をたくさんに揺い、雨の岩宿に浮きを伏せて踏みとどろこし、神に明かりして船地をかき入れ、お紐をほとに寄したれき、ここに高間ヶ原豊を見て、八百よろずの神共に笑いき。我がここに灯っているのに、天の原暗く
足原中津区にも全て暗いだろうと思うのに、どうして雨のうずめの御子は踊ることができ、あまたの神々も笑うのだ。あなた様よりも立派な神がおられますので、喜び踊っているのでございます。なんとそのようなことが。それ根源すでにこりて気象いまだ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。しかれども天根初めて分かれて、三神造化の始めをなし、恩陽ここに開けて、異例軍品の親となる。およそ宇宙の初めにあっては混沌とした天地万物の根源がやっと凝り固まったが、万物の生命の兆しと形はまだはっきりと現れてはいなく、それは何と名付けようもなく、どういう働きをしているのかもわからない。誰がその本当の形を知り得よう。しかしなり、やがて天と地が初めて分かれる。見柱の神が現れた。クマシアシカビの木により世界は成長した。人の命が儚いように物は全て朽ち果てる。いずれ消えゆくものを追い続けていては、自ら滅びへ向かっているようなものだ。我らはどの世においても不変なるものを追い求めねばならない。国づくりはまだ完成していない。常に進化し続けているのだ。このことを忘れてはならない。振ることの文三巻にまとめ、大野安馬の家だのあれ、ここに謹んで献上いたします。